再生リストの一番下に付け抜き本って書いてあるんですよ、はい、ちょっとそこを見てください、後で、はい、で簡単にだけお話しします、はい、これもね、ちょっとぜひやってほしいんだけど、まだ今から行けます、今から行けます、今から行けるというか、自動する子は絶対やった方がいい、うん、主食をいきなり皿でやらないで手で食べさせてほしい、はい、で手で食べたらただただ言葉で褒める、体触ってあげる、この2つをぜひ、はい、で手で食べれて褒めれることができたら3個やってほしいことがあって、名前を呼んでね、はい、みたらしって、はい、みたらしで名前を呼んで、はい、で目と目を合わせる、はい、目と目が合った瞬間にハンドフィーリングして褒めてあげる、うん、これができたらできそうなんですね、はい、だから今度おいでっつって短い勢いでおいでっつって来たら手で食べさせて褒めてあげる、はいはい、3番目はクレートトレーニング、これはちょっとハウスって言ってハウスができるようにすることなんですよね、うんうん、今話し飼いにしてるんで部屋でハウスない、あるんですけど、で自分でなんかあの喉乾いたりとかすると自分でゲージになって、あ、行きます。でそれを人間のコントロールで行けるように仕向けたいんです。なるほど。でやり方はこれができなきゃダメですよね、はい、おいでっつってハンドフィーリングして吠えますよね、はい、そしたらこの子みたらしさんが見てる前でなんか器に食べ物を入れて、うん、これがハウスだとしてハウスの入り口の近いところに置く、うん、でみたらしはここで数秒待たせる、2、3秒、はい、2、3秒待たしてハウスって言って飛び上げる、はい、そうするとどっか行っちゃうかもしれないんだけど、もしかしたら入って食べるかもしれない、はい、うんうん、入って食べたらご褒美あげて、うんうんうん、ご褒美あげて偉いねと、なるほど、はい、でそれができたら今度は待たせて真ん中辺奥の辺に置いて数秒待たせてハウス、うん、どっか行っちゃったらダメだけど入って食べてくれたらご褒美あげて褒める、はいはい、で最後ここまでやってほしいんですけど、ハウスの前で待たせる、うん、ハウス何もなしで入ってくれたら、うん、ご褒美あげて、うん、でぜひともねこれを遅いけどタイミングとしてはやってほしいんです、はい、で多分ねあの人に慣れてる子はね、例えばおいでっつってご褒美あげて褒めることぐらいできそうな気がするんですよ、手からね、はい、でそしたらここで治療してほしいわけ、うん、薬飲みしたり、はいはい、で薬飲み終わったらご褒美あげて褒めてほしい、うん、だから薬とか歯磨きもそうだし、体のブラッシングもそうだし、はい、全部前後にご褒美あげて褒めるをやってほしいです、うん、そうするとそのやってるね、あのお薬飲ませることとか歯ブラシのこととかブラッシングのストレスが和らぐ、はい、食事は最高のトレーニングチャンスだから、うん、ただ置いておくだけじゃもったいないんでね、ええ、ハンドフィーディングしたりプレートトレーニングしたり、はい、そうするとデンタルケアもできるようになりますので、うんうん、そんな話が再生リストの一番下とその上と2つのっていうので、はい、あ、またよく見といてください、はい、でこれも治療ですからね、はい、ただ薬やるだけじゃなくてその薬をストレスなくやるかなと思うわけなんですね、うん、お願いします、はい、こちらもやってください、はい、じゃあ受付でお薬、歯ブラシ、歯磨き、はい、注射器3本、はい、出します、はい、で変わったことあったら何でも電話で相談してください、わかりました、はい、お願いします、すいません、ありがとうございました、はい。